本日は千葉ロッテマリーンズ藤岡隆弘選手サイン会お越しくださいまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます千葉ロッテマリーンズイベント MC 渡辺正成です。よろしくお願いいたします。というところで早速なんですけれども、お待たせいたしました。今日の主役のこの選手に登場してもらいましょう。藤岡隆弘選手です。大きな拍手でお迎えください。それでは藤岡選手、マイクの方が実はテーブルの上にあるのでちょっと持っていただいてもいいですか。ご紹介いたしましょう。千葉ロッテマリーンズ背番号18藤岡隆弘選手です。じゃあまず会場にこれだけの多くの皆様お集まりくださいましたので、ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。皆さんおはようございます。今日はすごい寒い中来ていただき本当にありがとうございます。あまり喋ることが得意ではないので、まあ、難しいと思うんですけど、しっかり喋れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この後の流れなんですが、このまま藤岡選手に、お話の方を伺いまして、その後にサイン会へと移ってまいりたいと思います。ちなみに、今日300個、今回のサイン会のチケットも販売したということなんですが、もうすでに完売しているということで、一番最初に買われた方というのはどちらにいらっしゃるんですか。何時頃いらっしゃいました。朝の4時。どちらからイエスくらって、はい、ちなみに、一番早い方が朝の4時。遠いからってどの辺からですかね。どちらですか。埼玉。それから、はい、奥の夫さん立川。あ、まだまだ奥に、はい、吉祥寺。東京の吉祥寺は結構遠いですね。ということで今日は遠くからもお客様が集まってくださっておりますので、短い時間ではありますけれども、藤岡選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまず藤岡選手に今年1年を振り返っていただいて、ご自身にとってどんな1年だったか伺ってもよろしいでしょうか。はい、今年はすごい、まあ、注目もされましたし、まあ、その期待に応えたいと思って、まあ、プロ1年目に迎えたんですけど、まあ、同期の増田に新人王を持っていかれてしまったっていうのもありますし、まあ、悔しいシーズンでもありますし、まあ、その悔しいものを、まあ、来年にぶつけられたらなと思ってます。まあ、今年はすごい本当に自分にとって6勝しかできなかったので、まあ、来シーズンは2桁を目指して頑張りたいと思います。力強い今年1年の、振り返りがありましたけれども、大学生活4年間、まあ、ピッチャーとして投げていらっしゃって、今年プロとしての1年、この1年間の違いというのはどういったところに感じましたか。その大学生活とプロとしての1年と、まあ、大学は春と秋、まあ、2シーズンなので、まあ、そのやるときはやって休むときは休むっていうそのオンとオフがあったんですけど、まあ、プロはまあ、1年間戦わなきゃいけないっていうので本当に思ったより厳しいっていうものを、まあ、やってみて感じました。実際その体験されて分かるものというのもあったということなんですが、プロに入って1年、まあ、今まで、まあ、テレビの中だったり実際野球場で見たプロの選手たちともかなり多く対戦したと思うんですけれども、この選手すごかったなという選手っていらっしゃいますか。そうですね、西武の中島さんなんかは本当に対戦しててすごいなっていう感じましたし、あの西武ファンがすごいので僕が敬遠した時に本当に大ブーイングを食らって、まあ、すごいそれがすごい心にあのプロってすごいなっていうのを感じました。あれだけの大ブーイングを浴びることというのもなかなかないですよね。そうですね、1年目でそういうブーイングを浴びれたっていうのも、まあ、いい経験だと思うので。実際、ブーイング聞こえた瞬間、マウンドでどんな気持ちだったんですか。まあ、浴びるだろうなとは思ってたんですけど、なんていうんですかね、本当に思ったよりすごくて、やべえなと思って、で、ベンチに戻った時も、西武ファンから上から、殺すぞとか、めちゃくちゃ言われたんで、ましたね、はい、もう、心が。心が
弱い部分とかありますか？いや、あんま気にしなかったんですけど、もうブーイングを食らって、で帰ってきたら殺すぞ言われて、また敬遠したらもうブーイングで死ねとか愚かせられたんで、どんだけ西武ファンを敵に回したのかなっていう。まあ、けど中島選手 の、 ね、逆の立場と同じことをされてるっていうのも角中選手にかけたということもありましたし、はい、そういうところはちょっと救われた部分もあったじゃないですか。まあ、そうですね、まあ、僕が悪いわけじゃないんで何とも言えないんですけど、まあ、そういう言葉があったっていうのは良かったと思います。はいはい。まあ、その他に今年1年プロの生活、体験されて印象に残っている、試合だったり、プレーだったり何かありますでしょうか？はい。初めて QBC のマウンド立った時どうでした？いや、ロッテのファンすごい熱かったので、マウンドに立って、まあ、すごい本当に熱いなっていうのは感じましたし、まあ、印象に残ってる試合は、まあ、初先発で本当に初勝利を挙げられたっていうのは、まあ、その試合は一番印象に残ってます。なるほど。QBC マリン、千葉ロッテマリーンズの選手、かなり多くの例えば先輩だったり大学の先輩だったりもいらっしゃると思うんですけれども、今年1年過ごされて仲良くなった、選手などいらっしゃいますでしょうか？仲良くなった選手、はい、そうですね、誰だろうな。あれ、これ普段どこか一緒に遊びに行ったりご飯食べに行ったりするそういった選手というのはいらっしゃいますでしょうか？よく行くのはやっぱり同期の、まあ、4人は、まあ、昨日もご飯一緒に行きましたし、もう本当に同級生で本当に仲いいなって。ちなみにその同期の4人でご飯食べに行ってどんな話をされるんですか？まあ、野球の話はあんまないですね。逆にもう、はい、逆に普通にプライベートの、まあ、はい、プライベートでおちょくりあったりとか、まあ、基本的に増田が結構キャラがいいので、はい、どんどん増田と中後ろがふざけてる感じがあります。だからそれを藤岡さんと鈴木さんが、そうですね、僕はあんま結構見てるだけなんで、見てるだけ鈴木が適当にやってますちょっとその様子もね、7かの機会で見てみたい気もしますけれども、はい。そして、今年1年、まあ、ファン感謝デー含めて、終わりました。改めて今オフシーズンに入って、今はどういった日々過ごされてるんでしょうか？まあ、シーズン中にできなかったことを本当にやれてるので、まあ、いろいろゴルフだったり、そうですね、まあ、まあ、練習もちょっとしつつ、まあ、いろいろ楽しんでます。はい。ゴルフはやはりプロに入られてからスタートという形ですか？まあ、大学終わってから2度ほどもあったんですけど、まあ、今年がまあ1年目という感じで。1年目で、はい。やっぱり先輩からのお誘いみたいなのがあったんですか？そうですね、先輩からのお支えもありますし、コンペもあったりするので、まあ、とても今はゴルフが楽しいです。ゴルフが楽しい、はい。スコアはちなみに今の段階でどれぐらいでしょうか？今は100ちょっとです。100ぐらいですね、はい。じゃあここからまた年を重ねるごとにゴルフも少しずつ上達できればと。そうですね、まずは3桁を切ることを目指してやりたいと思いますなるほど、はい、分かりました。さあ、そして、まあ、オフシーズンね、自主トレなどもされてるかと思うんですが、まあ、お休みもあるかと思います。もうじきクリスマスも来週ですけど、なんか予定などあったりしますか？サンタさんになるとか予定ありますか？あ、サンタさんになりたいですね。なりたい。契約更改で増田がサンタさんになってたので、はい、僕もなりたいなと思ってたのでなるほど、はい。そんなですね、藤岡選手にちょっとこんなものを用意しました。はい、サンタの帽子です。せっかくなのでちょっとかぶっていただいて、ここに集まったお客様にだけ、だけですね、サンタさんとしてちょっと撮影タイムかなんか撮りましょうか。せっかくですからね。これかわいいんですよじゃあぜひ真ん中立っていただいて、モデルショーとかでもないんですけど、ちょっとだけね、カメラの数すごいですねいかすごい、かわいいかわいいっていうアイドル並みの声は見てますけど恥ずかしい。ファン感の時にコスプレしてたチームありましたけど、はい、ちょっとやりたかったとか思いありました？ぶっちゃけやりたかった。ぶっちゃけやりたかった。まあでも勝ってしまったんですよ。そうですよね、しょうがないなと。しょうがない、はい。何の格好やりたかったとかありました？あの格好いいなとか。バニーガールとか
まさかの、まあ、それはちょっと無理ですけど、さすがに、はい、なんかやりたいなと。なんかやりたい、はい、じゃあぜひあのスタッフの方々、来年は、はい、コスプレ企画もね、はい、続行でできるように。そうですね、負けたらやりたいと思います。負けたらやりたいと、はい、あれどこのチームでしたっけ、藤岡選手。しあの小野慎吾さんチームなんで、まあ、岡田さんとか、はい、誰だっけ、勝木さんとか、勝木さんとか、はい、最後にじゃんけんに勝った方、負けた方、負けた方です、負けた方が、はい、罰ゲームですよね。そうですね。で、藤岡選手がいたのが、井口さんチーム、井口さんチーム、あ、じゃあもう最初に勝ちました、勝って、はい、あれ勝った後のベンチ戻ってどんな感じだったんですか。結構紅白戦でも真剣に皆さん勝負されてたと思うんですけど。そうですね、とりあえず井口さんが本当にコスプレをしたくないということで本当に気合が入ってたんで、もう負けられないっていう思いで僕らもやってました。いや、井口さんに着せたらもうどうなるかっていう感じで僕らもプレーしてたんでハラハラしながら結構その思いは他のチームの方々も持たれてたとは思うんですけど、やはり井口さんのそういった意味ではちょっと別格。そうですね、井口さんにはもうやらせられないなと思うので。でも慎吾さんはすごいやりたそうな感じで、あ、最後最初から、はい、デッドボールで食らっても当たってないっつってやりたそうな形やってたのでありましたね。逆に良かったんじゃない、良かったのかな、はいなるほど。ちなみにファン観の時に、その試合見たという方どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。素晴らしいですね。ぜひまたまたこういった形でのイベントも来シーズンも多くやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ、応援していただければと思います。さあ、そして、まあ、改めて今シーズンちょっとまた振り返ったところに戻りたいと思うんですけれども、来シーズンに向けて今準備されていることとか何かございますか。自主トレ、まあ、オフシーズンの自主トレなども、はい、沖縄、それから石垣島キャンプに向かうと思うんですけれども、はい、どなたか選手と一緒にやるとか、それともご自身一人で。キャンプの前に自主トレで東洋大学の先輩と、あとまあ同期の鈴木と、まあ、一緒に自主トレをやって、まあ、しっかりキャンプに体を備えていければなと思ってます。まあ、今年、千葉ロッテマリーンズ伊藤新監督を、迎えての来シーズンになるわけなんですけれども、伊藤新監督に、まあ、こういったところをアピールしていけたらなという部分というのはありますでしょうか。そうですね、僕の大学時代を見ていてくれたというふうに話をいただいたので、まあ、そういう大学時代から貫いているまっすぐで押していけるようなピッチングを、まあ、見ていただきたいなと思ってます。伊藤新監督、まあ、キャンプの時に、まあ、お話もされたということなんですが、藤岡選手から見た伊藤監督のイメージ、印象というのはどういったものなんでしょう。まあ、西武ですごい強い時代にやっていたキャッチャーなので、まあ、とてもそういうお話を聞けたら、まあ、すごいありがたいですし、まあ、少しでもなんか僕に吸収できるものがあればと思って、まあ、いろいろ話を聞けたらと思ってます。なるほど。来シーズンに向けて例えば変化球を増やすとかいう計画などはあったりするんでしょうか。そうですね、まあ、今少しずつ取り組んでいるので、まあ、それが自分のものになれば、まあ、吸収を増やせればなと思ってます。もうあっという間に本当にオフシーズンも終わって来シーズンになってしまうとは思うんですけれども、まあ、そんな中つい先日ですよね、新入団発表会で新しい選手が、入ってきたわけなんですけども、千葉ロッテマリーンズ、はい、もし藤岡選手から1年経ったちょっとした先輩として、はい、新人選手に声をかけるとしたらどんなことをアドバイスしてあげたいとかってありますか。そうですね、まあプロ野球はやっぱり自分がやらなきゃいけないっていう世界なので、まあ、自分をしっかり持って、まあ、しっかりやってほしいなっていうのはあります。去年ご自身も新入団歓迎会でファンの皆様の歓迎を受けて、はい、まあ、入団されてきたわけなんですけれども、はい、その時と今と、まあ、1年経ってみて選挙すごいですねその時の気持ちの何か違いとかあります。その時ちなみに去年入団された時はどんな思いでこの日々過ごされてました。ちょうど今の時期が入団会見が終わって、はい、まだ入寮するわけでもなくというタイミングだったと思うんですけれども、まあ、入団会見をして、まあ、やっとプロ野球選手になれるんだなっていう思いと、まあ、やらなきゃいけないっていう、まあ、その2つを思ってました、はい。そして実際入寮されて寮生活は慣れました。そうですね、あんまり寮生活をしてないのでよくわからないんですけど、今逆にじゃあ今が一番寮にいるとかそんな感じです。もう一人暮らし、もう寮出まして、出まして、はい、一人暮らしはいかがですか。
まあ、いろいろご飯を作ったりっていうので大変なんですけど、まあ、作るのは楽しいんですけど、食器洗いが一番大変です。自炊は結構される方ですか？いや、あまりしたことなかったんですけど、はい、してみるとちょっと面白いな。ちょっとハマってくる、はい、どんな料理作られるんですか？あまりできないですけど、まあ、いろいろコロッケだったり。コロッケ、まあ、結構頑張りますよね、コロッケって。あれですよね、はい、じゃがいも潰して、はい、パン粉つけて、はい、揚げて。そうですね。それをじゃあ一人で。そうです。なんか、いや、ちょっと料理っぽいことしたいなと思って。あ、なるほど、はい、作り始めてちょっと楽しくなっちゃうような。そうですね、ちょっと面白いです。部屋の掃除などはしっかりできてます？選手によっては量とかがもうかなりすごいことになっている選手がいるというのは伺うんですけれども。僕はあまり部屋が汚いのが好きじゃないので、まあ、結構2日に1回ぐらい掃除機はかけてます。まあ、あまりね、いない選手のことを言うのもあれなんですけど、誰が汚いですかね？同級生ですか？同級生でも、寮に入っていた、他の選手でも大丈夫？そうですね、名前を挙げるのはよろしくないので背番号で言いたいと思います。16番。この笑いは納得の笑いなんですかね？そうです。あとは、あれ背番号いつか忘れたんですけど、もう名前でいいと思います。名前ですか？名前でいいと思います。寮の3階だと江村くんなんかは汚いんじゃないかな、はい、汚いんじゃないか。他の選手の部屋に入ることってあるんですか？結構。ああ、そうですね、やっぱり同級生の部屋は結構行ったりしていたので、はい、いろいろ覗いたりはします。お、これはすごいぞと思いながら。そうですね、こうなんか踏み場に困りじゃああれですよね、そういう選手寮を退出したら大変ですよね、おそらくね。そうですね、大変です。大変ですよね。なるほど、やっぱりそういったところあるんですね、各選手ごとに違いというか。まあ個性があっていいとは思います。個性があって、はい、なるほど。さあ千葉ロッテマリーンズで、ね、もう1年を過ごされたわけなんですけれども、はい、千葉ロッテマリーンズ、いろいろと先輩もいらっしゃると思うんですが、この先輩のこういったところをちょっと勉強になったら見習っていきたいななんてところってありますでしょうか？先輩ですか？はい、プロとしての先輩の唐川選手。唐川選手はそのなんかプレーではすごいなんか落ち着いていて、まあ、自分のすることに、まあ、負けないというか形で本当に堂々としているので、まあ、そういったところは本当にプロとしての先輩として見習いたいなと思っています。年齢的には確か同級生です、はい、その関係というのはどういった関係になるんですか？やっぱりプロに入った年とでの先輩後輩になっているのか、はい、それとも同級生としての一応感じになっているのかというのはどう思いますか？もう同級生なんで、同級生でプロは年齢なので、はい、まあ、すごい仲良くやってもらってます。はい、なんかその仲良くした中にも、まあ、先発に見るところもありつつという。はい、そうですね。なるほど。この後会場にいらっしゃる皆様にもちょっと質問の方を伺いたいと思いますので、ちょっと今の段階で一つか二つぜひご質問の方を受けたいと思うんですけれども。はい、じゃあ一番最初に挙げてその男の子に聞いてみようか。はい、大きな声で言ってください。選手に怒られたことありますか？はい、そうですね、試合中に、はい、何度も怒られたことあります。どういった感じで怒られるんですか？やっぱ打たれることに関しては怒らないんですけど、はい、フォアボールを出してとか、やっぱ少し逃げてしまった時に、まあ、本当にボールばっかだとマウンドまで来て、なんか打たれてもいいやからっつって、なんかしっかりストライク投げろボケみたいな。最後まで含めて里崎さんっぽいですね。じゃあマウンドに、はい、内野の皆さんが集まる時にも割とそういったような感じで、はい、しっかりしろよみたいな、ね、しっかりしろという形で言われるので、もう最初はもうやべえなと思ってたんですけどまあ今はまあそうです、まあ、そうですね。ちょっと慣れてきた部分も、まあ、愛情で言ってくれてるんだなってことが、はい、しょうがあります。はい、なるほど、ありがとうございます。大丈夫ですか？ OK。 はい、じゃあもう一個、まあ、この会場全体から伺いたいと思うんですが、藤岡選手に当てていただきましょう。この後もどんどんと質問の方は受けますので、はい、じゃあ、はい、
昔のロッテオリオンズの配布をしたかった男の子。藤岡選手の好きな食べ物。好きな食べ物、そうですね、まあ、やっぱり焼肉っていうのは好きですけど、一番は、まあ、お寿司が好きだなと。お寿司でじゃあ好きなあれ、ネタも聞いておきましょう、聞きましょうか。これ一番好きなネタって何がいいですか。サーモンが好きです。サーモンちょっと可愛いですよね。マグロとかではなくて。わかった OK、 はい、ありがとうございます。じゃあ、質問もう一つぐらい受けたところで一旦、お話の方、ちょっとストップしてサイン会に移っていきたいと思います。じゃあもう一つ、じゃあ今度お兄さんから出ようかな。さっき子供さんばっかだったから。はい、じゃあ前のお父さん。そうですね、まあ、あまりイニングも投げてないですし、まあ、球数のフォアボールも多いので、まあ、すごい逃げてしまってた部分も少しあったので、まあ、来年は、まあ、そういういいバッターやっぱ多いので、まあ、そういうバッターに向かっていくっていう気持ちを持って、まあ、打たれてもいいっていうぐらいの気持ちで、まあ、いけば、まあ、少しは減るんじゃないかなと思うので、まあ、しっかり他のチームのいいバッターも抑えるって気持ちで投げていければなと思ってます。ありがとうございます。じゃあその向かっていく気持ちをぜひ来年は、皆さんもね、客席から見ていっていただければと思います。はい、はい、といったところで一旦ですねお話の方を、打ち切らせていただきまして、本日はサイン会ということで、サイン会へと移ってまいりたいと思います。じゃあ藤岡選手後ろの方に向かっていただきまして、はい、でサイン会の進行なんですけれども、改めてのご案内です。列ごとにご案内させていただきます。で、最初3列ご案内させていただきます。3列のご案内させていただいた後、また皆様からの質問を、いくつか伺いまして、次の列へとご案内をさせていただきます。まず先頭1番からのお客様、こちらのステージの前へとご移動をお願いいたします。はい、そのままで大丈夫でございます。はい、でその後のお客様、後ろ続くような形で合流の方をお願いいたします。2列目のお客様、立ち上がっていただきまして、会場後方を回って奥側へと列をお作りいただければと思います。会場の中央を通って奥へと列をお作りください。写真撮影なんですけれども、藤岡選手を呼び止めての撮影はお断りさせていただきます。ご了承ください。サインを書いているところとかをね、お写真撮っていただくのは自由となりますが、選手を呼び止めての写真撮影は、NG とさせていただきますのでご了承ください。またスムーズな進行へのご協力をお願いいたします。宛名、日付、こちらなどの記入はご遠慮いただきますようお願いいたします。はい、終わったお客様こちら下手いただきまして、マイクの方をお持ちいただければと思いますが、ぜひ、今お客様の方からリクエストで、結構お兄さんここにいるのでこちらを見て おしゃべりされること多いので、あちらの方ぜひ見ていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、またいくつか質問の方を、伺えればと思うんですけど、藤岡選手にこんなことを聞いてみたいというのがあるか。はい、じゃあ藤岡選手にここは当てていただきましょうか。はい、大きな声でお願いいたします。そうです、柏原選手って駅伝の、はい、そうですね、山の神と呼ばれている、はい、いた呼ばれていた、はい、いる、はい、まあ、柏原君なんですけど、卒業式以来会ってもいないので焼肉も食べに行けてないですし、そもそも連絡先を知らないので食べに行く、そういうセッティングができないっていうのが今の現状かなと思います。そうですね、また会う機会があればそういう話をしたいと思います。ありがとうございます。なんか久しぶりに柏原くんの名前も聞いた気がしますよね。そうですね、まあ、もうそろそろそういう駅伝の時期なので、駅伝の上とか行かれたことってあります？冬台で箱根までは行かないですけど、いつも、正月
東洋大学を応援しているので、まあ、テレビで見てはいます。テレビ見てはいます、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ続いての質問、いっぱい手が上がりますね。じゃあもう一度藤岡選手に当てていただきましょう。チャンピオンの、はい、いつから野球を始めたのか。そうです、僕が小学校2年生の終わりの頃ですね、兄が2つ上にいまして、まあ、兄が野球をやっていたので、まあ、その兄の影響で、まあ、野球を始めました。もともとサッカーをやりたかったんですけど、親がすごい野球が好きで、まあ、野球をやれっていうので、まあ、サッカーがその頃月謝が高くて親が入らせたくなかったっていうのと、やっぱり親が野球が好きっていうので多分野球をやらせたくてっていうので始めたのがきっかけです。最初の時のポジションどこでしたか。ちなみに最初からはもうピッチャー、最初は外野手で、外野でレフトを守っていました。じゃあバッティングなどもされていた。そうですね、まあ、高校までは結構外野手が多かったので、はい。交流戦でバッターボックス来年とか立つこともあると思うんですけど、バッティングはどうなんですか。はい、すごいバッティングはピッチングより好きなので、まあすごい立つことが今楽しみでやってますし、キャンプでピッチャーとバッターを1日交代する日があった時は、はい、まあ、すごい楽しくて練習1日楽しかったので、まあ、そういうバッティングを交流戦もできるように。あれ、練習の時立った次、交代した次の日あたり、なんか結構みんないろんなところが痛いっていう話をしてたっていう。ピッチャーと違う筋肉を使うので、まあ、そのバッターの時に使う筋肉がすごい筋肉痛になって、まあ、次の日はすごい体が痛かったっていう、はい。じゃあその痛みを持ったのは結構みんな、どの選手も結構その痛みを持たれたっていうことですね。まあ、その筋肉痛の痛みより、豆ですね、豆ができて、まあ、手が痛すぎて、そっちの方が痛かったなっていうのがありました。そうですよね、はい、普通にバット持たないとなかなかここにも豆できないですよね。こういったところそうですね、はい、なるほど、ありがとうございました。じゃあもう一つ質問を受けたいと思いますが、はい、お願いします。あ、じゃあ前の方、好きな女性タイプ、そうですね、芸能人で言うととかにしますか。芸能人で言うとですか。芸能人で例えちゃいますか。例えない方がいいですかね。年上年下は。年上ですね。年上、可愛い系というよりも綺麗な形かな、方がいいくて、身長がすごい高い感じの方、スラッとした感じの方、そうですね、はい、好みと、はい、なるほど、アピールをねぜひ皆さんもね、ちょっとずつしていただければと思います。さて、といったところでまた質問の方を、ちょっと切らせていただいて、サイン会へと再開をしていきたいと思いますので、藤岡選手よろしくお願いいたします。では、続いては3列目のお客様ですね。はい、まず3列目の会場奥のお客様から、この後ですけれども、このまま 7列目のお客様まで、ご案内の方を続けさせていただきます。そこでまた少し、お時間いただきまして、藤岡選手への質問を、受け付けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いくつかまた質問を、はい、受けたいと思いますので、大きく手を挙げてください。元気なと思います。元気いいな。ちょっとけど奥の方の方ちょっと聞いてなかったね。一回じゃあ、はい、シーズマイヒルと挙げてくれてる女の子かな。はい、大きな声でお願いします。チームの中で一番のライバルは誰ですか。チームの中で一番のライバルは誰ですか。先発としてはやっぱり同級生の唐川が、まあ、ライバルなので、まあ、そういった意味で、まあ、唐川に早く追いついて、まあ、追い越したいという気持ちが強いです。先発の中ではということはピッチャー全体で見るとまたちょっと違ったりするんですか。そうですね、まあ、同期として今年、新人を取った松田なんかの活躍は
まあ、悔しい思いがあるので、まあ、そういった増田の活躍をやっぱりそれ以上のものをしていきたいなっていうので、まあ、あの中継ぎピッチャーとして増田がそういうライバルとして挙げたいなと思ってます。今の段階でチームのライバルは、唐川選手と増田選手という形で大丈夫でしょうか。はい、じゃあ続いての質問大丈夫ですか。ここじゃあこっちの男の子、あそこ大丈夫かな。好きな乗り物は何ですか。好きな乗り物はですね、車です。車、はい、何の車が乗り、今後これ乗りたいって車何かありますか。そうですね、まあ、いい車に乗りたいっていう気持ちが強いので、早くいっぱい稼いで早くいい車に乗りたいです。ただぜひ、千葉ロッテマリーンズ京成さんともすごく仲良くさせていただいてます。来るときに、ね、バスの中のアナウンスも、京成バスのアナウンスもやってますので、もし来年機会があれば、はい、声がかかったときにはぜひちょっと藤岡選手の声も聞いてみたいな、はい、声がかかればじゃかかるようにちょっとこちらの方でも話をしておきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあもう一つだけ。じゃあここは藤岡選手に当ててもらいましょう。奥の女性の方でよろしいですか。はい。後ろからかけられている声は何をかけられているの。そうですね、鈴木は大学時代からいつも、マウンドにいると、まあ、声をかけてくれるんですけれども、僕自身、集中しすぎて何を声かけられているかっていうのが分かってないとりあえず返事しとけばいいやっていうのでOKOK っつって言ってます。なので、まあ、多分落ち着けよとか多分そんなようなまあ頑張れよとか多分そういうこと言ってるんだと思うんですけど、何言ってるか分かんないです。それ何言ってるか実は分かってないってことを鈴木選手は知ってるんですか。多分一度同じ質問をされたことがあるので、鈴木と一緒にいるとき、はい、なので多分知ってると思います。知ってると思うけれども実際は、はい、あんまり聞いてない、聞こえてないと、はい、なるほど、ご理解いただけましたでしょうか。はい、で質問でこの後なんですけれども、サインの色紙のお渡し終わった後、時間が許す限り、まだまだ、ね、手を挙げてくださっている方多くいらっしゃいましたので、伺えればと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは引き続き、サイン会の方、続いてはサイン色紙の、お渡しといった形になりますが、ご案内をさせていただきます。続いては8列目の会場後方のお客様からご移動をお願いいたします。一気にね、藤岡選手がサンタ帽をかぶり直してくれるというありがとうございます。では、よろしくお願いいたします。そしてそのまま続きまして8列目、入り口側のお客様もご移動をお願いいたします。以上をもちまして、リブレ県政取材藤岡貴博投手の大会の方は、終了とさせていただきます。では最後は時間が許すまで質問の方を、伺いたいと思いますが、大きくもう一度手を挙げていただいてよろしいでしょうか。では藤岡選手に当てていただきましょう。はい、男性の方大きな声でお願いいたします。チームの中でこの人は本当に体が良かったっていう方を
チームの中でこの人本当に味方で良かったという選手、野手それから投手と、まあ、対戦したくない相手という形ですかね。そうですね、野手だと、まあ、あの今江さんは本当に味方で良かったなって思いますね。まあ、あのすごい何でもフルスイングしてきますし、まあ、その辺がとても怖いバッターなので、まあ、これは味方で良かったなって思います。で、まあ、投手であると、そうですね、まあ、成瀬さんと、グライシンガーはすごい味方で良かったなと思いますね。まあ、とてもプレー以外でも、まあ、そういう生活面でもすごい、見本になるので、まあ、そういったところで本当に仲間で良かったなって感じます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では続いて質問がある方、はい、では藤岡投手お願いします。マー君、はい、マーク持ってる方、大きな声でお願いします。他球団の選手で仲良くなった選手はどなたかいらっしゃいますでしょうか。そうですね、仲良くなったっていう選手は、仲いい、もともと仲良かったっていう選手はいるんですけど、まあ、今年で仲良くなったっていう選手はどうなんですかね。他球団の選手でもともと仲の良かった選手というのは、まあ、広島の野村だったり、まあ、阪神の伊藤隼人だったりっていうのは、まあ、大学時代から一緒にやっているので、まあ、ご飯を食べ行ったりとか、まあ、ちょくちょくメール電話をしたりはするんですけれども、そうですね、まあ、今年仲良くなったというか、この前野球教室で、まあ、一度一緒にやったオリックスの伊藤光選手なんかは、まあ、この前野球教室ですごい喋ったので、まあ、その辺は少し、まあ、仲良くなったというか、まあ、交流を少し深めたんじゃないかなと思います。またそういう各球団の選手が出会うところでまた輪を広げていけたら、なんか面白いことも、ね、まあ、そういう自分たちが教えるというよりも、まあ、そういうプロ野球選手と僕らも交流するっていうのも一つの、まあ、そういうものなので、まあ、そういったものを、まあ、積極的に参加して、まあ、そういうプロ野球選手と交流を深められたらいいなって思いました。はい、よろしいでしょうか。じゃあ最後あと2つ、これ僕が当てるとちょっと問題が出てしまう、藤岡選手ぜひね、最後の2つなんで、皆さんで納得できるように。そうですね、じゃあ後ろのマリーンズの帽子をかぶった男の子。男の子、はい、さあ聞こえるように大きな声でどうぞ。子供の時好きだった選手は誰ですか。チーム、子供の頃好きだったチームはどこですか。そうですね、いいですよ、じゃなくてもいいですよ、はい、はい、正直なところ。そうですね、子供の時、まあ、好きな球団っていうのがそこまでなくて、でもやっぱり僕が小さい頃やっぱりテレビが一番映っていた、やっぱジャイアンツは、まあ、すごい見ていましたし、まあ、そう一番、僕は群馬なんですけど一番行きやすい球場として、まあ、東京ドームは行きやすかったので、まあ、ジャイアンツの試合はよく見ていました。やっぱり見てるチームというのはどうしても感情移入しちゃいますよね。そうですね、はい、やっぱり見ていて、僕は二岡選手がすごい好きだったので、まあ、そういった意味でジャイアンツを見ていたのもあったかもしれません、はい、ぜひここにいらっしゃる皆様には子供さんにもマリーンズの試合を見せていただいて、マリーンズファンとしてね、印象を植え付けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後の質問、お願いします。はい、その
女の女性の方、はい、女性の方、はい、藤岡選手の趣味、そうですね、なんだろうな、休みの日何されてるかとか。休みの日は基本的に僕あの日曜日に投げることが多かったので、皆さんは、あ、いや、もうロッテのみんなは月曜日が休みが多くて、僕は火曜日が休みが多かったので、あのみんなまとまって休むことができなかったので、基本的に一人で、遊ぶというか、一人で買い物に行ったり、まあ、一人、まあ、寮で寝てたりと、まあ、基本的に一人で何かをするっていうことが、まあ、趣味というか好きです。何かのキャンプとか行くとゲームとかを持っていかれる選手もいるというのを伺いますが、パワプロとかやったりするんですか？はい、そうですね、あの基本的にキャンプとかでやるのはパワプロだったり、パワプロ、ミンゴル、ウイレ結構野球とか、まあ、スポーツゲームが多いですね。なるほど。この選手上手いのかいう選手いらっしゃいますか？はい、あ、すごいみんな上手いので、まあでも大谷さんは、はい、大谷さんの部屋に行って、まあ、いろいろやらせてもらうんですけど、まあ、とても上手くて叶いません、はい。なるほど、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。といったところでお時間の方がね、ちょっと迫ってまいりましたので、最後にこの会場に集まってくださった皆様に向けて来年の抱負、そして、ご挨拶いただければと思います。よろしくお願いいたします。今年は6勝に終わりましたけど、来年は、成瀬さんのようにしっかり1年間ローテーションを守って、まあ、成瀬さんをまあ、追いついて追い越せるように頑張っていきたいと思います。今年は5位に終わりましたが、少しでもチームの力になって、まあ、クライマックスシリーズもしくは優勝できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。来年の活躍ぜひ皆様にも応援していただきたいと思います。千葉ロッテマリーンズ背番号18、藤岡隆宏選手でした。大きな拍手をお願いいたします。